シナモンちょっと舐めすぎ。だってこれ気持ちいいんだもん。止められないよ。めいちゃん、すっごいエッチな顔しちゃってるよ。あんただってすごいいやらしい顔してる。私たちキスの意味知っちゃったもんね。だからめいちゃんがしてくれなくなったんだもんね。そうね、気持ちいいだけですることじゃなかったから。だから昔はここまでで、それ以上は分からなかったけど、大人だからもうちょっとだけいいよね。もうちょっとだけって、ちょっとめいちゃん、セナもこれちょっとじゃな、下ザラザラって引っかかって、すごいエッチ、エッチだよ。シナモンだってよだれぬるぬるでエロいわよ。めいちゃんのエッチな声、体も心もすごい奥までゾクゾクしちゃう。シナモン、そろそろね。終わりにしよう。これ以上はダメよね。なんで、なんでダメなのね、なんで、なんでって、そんなの、そんな顔でそんなこと言われたら、もっとめいちゃんとエッチなことをしたいよ。Come on.
めいちゃん。うん、シーナ、うん。私もそんな石食べて言ってるのにあんたがしつこくするから。めいちゃんってば。もまだ強気な。それがめいちゃんの可愛いところだけど、だったらもっと気持ちよくなっちゃっても。そっか、もっと気持ちよくって、ちょっと死なの。シナモンに流されるなんて。いいじゃない、いい。腹水盆に帰らずって言うし、前よりももう仲良く仲良くなったのかしらね。なんか違うし納得いかない気がするけど、まあ悔やんでも仕方ないのは確かね。強気っ子が快楽落ちは超萌えだよ、めいちゃん。私、めいちゃんに超萌えちゃったもん。今思い出しても、あー、思い出すんじゃないわよ、このバカ。もう絶対にしないからね、このことは他言無用。誰かに言ったら、金輪際口聞いてあげないからね。そんなの嫌だよ。絶対に誰にも言わないから。約束、めいちゃんと私の約束だから。だからね、もう一回、もう一回だけ。絶対にしない。絶対に。もう私お風呂入ってくるから入ってこないでよ。一緒に入ろうよ。ピロートークがまだ。だから、そういうこと大声で言うのやめて。本当に今日もプルメイトモンシナはうるせえな。キーボード買ってもらってテンション上がってるんだよ。仲良きことはいいことですね。はあ、今日もお茶が美味しくて平和ですわ。猫さあ、みんな集まって、ここに一列に並んでね。準備はいいかな。じゃあ行きますよ。はい、1、2、3、4。ラララララララ、パチパチパチ。はーい、みんなよくできてますね。それじゃあもう一回いきますよ。次はもうちょっと元気に。ラララララララ。はーい、元気でいい感じですね。みんなすごく上手ですよ。はー、楽しい。幼稚園の先生になったみたいです。すごく楽しい。母性本能、これが母性本能な。絶対ちげえだろ。ほらダメよ、先生にそんなこと言ったらね、なんだからね。ご自慢の腕力であいつなんとかしろよ。毎朝こんなだるい儀式やらされてたら
だってシナモンお姉ちゃん断るとすごい悲しそうな顔するんだもん。僕あんな悲しそうな顔されたら無視できないよ。ショコラは楽しいよ。なんか学校みたいで。あ、学校なら給食の時間ご主人様にケーキもらってこよ。給食。ショコラはいつでも前向きだ。本当に癒される。よしよし。無理よ、無理無理。何言ってんの、バカじゃないの。私いろいろと本気で練習始めてちょっとしか人前で披露できるようなレベルなわけないじゃない。メイプル落ち着きなさい。そんな大声を出さないの。それに兄様はこういう話があったと。それはそうだけど。で、私に人前で歌えってどういうことなの？その余興で私に歌えっていうの？そんな急に言われてもね。そんな大事なパーティーなら素人の猫の歌なんて、なんでそもそもそんな話が出るのよ。それでこの間の私が歌ってる動画でも見たって。こんな話とか軽々しく言われても。どうしたのです、メイプルらしくもない。歌をやると決めたのでしたらやってみたらいいではないですか。私はメイプルの歌は外に出して恥ずかしいとは思いませんよ。さっきも言ったけど、私はちゃんとやろうと思ってからまだちょっとしか経ってないし。こんな状態で人前に立つとか練習不足でその段階じゃないわ。さすがに自分のことくらい自分でわかるもの。それはそうかもですが、先方だってメイプルの歌を聞いてのお話なのですよ。だったら。それがすでに間違いだっていうの。それにそんな大事なパーティーならプロの歌手に頼んだ方がいいわよ。メイプル。歌唱が謝ることじゃないけど、そろそろお店開くし表出るわね。まあ確かにまだ早すぎたかもしれませんね。メープルお姉ちゃんなら喜んで受けると思ったのにな。確かにメープルらしくないに一票。そうだよね、上手なんだから歌っちゃえばいいのに。ま、何選んでも本人の外野がやいや言うことじゃねえよ。んなことよりも店開けんぞ。準備いいか。はーい。ようかしょ、今ちょっといいか。
まあ大したことじゃねえんだけど、念のためと思ってプルメをさっき配達に出したんだけど、おせんだよな。まああいつも一応は鈴持ちだし、別に何かってことはねえと思うんだけどよ。一丁前にナーバスになってやがったから一応な。ま、一応年長者なもんでな、どいつもこいつも子猫ちゃんで手がかかるかんな。できる限りはやっとくけど、そんな遅くなんなよ。歌唱の代わりができるほど信用されても困んぞ。ご主人様、お出かけですか？はいはい、ショコラも一緒に行くの。ショコラは私が任せ、ご主人はどうぞ買い出しへ。はいはま、あのおせっかいが箇所って感じだ。ご主人はハーレム体質の猫たらしだ。お兄ちゃんは僕たちに優しいだけです。猫思いのご主人様だからみんな大好きなんだしね。そうだよ、私だってめいちゃんの親友なんだから。箇所、何を心配して探しに来たの？ほんと心配性でおせっかいね、箇所は。私、まだ自分を信じられない。みんなが私の歌を褒めてくれたけど、歌唱とシナモンがうじうじしてる私の背中を押してくれても、私まだそこまでの自信が持てない。恥をビビってる。違う、私は…めいちゃん、シナモン、どうしてあんたが…今のめいちゃん、ダッサいね。え、シナモン、めいちゃんの夢ってそんなもんだったんだ。
今のめいちゃん、言い訳ばっかりで。シナモン。違う、私の夢は。めいちゃんの夢は？めいちゃん。めいちゃんは、そんな猫じゃないです。私はめいちゃんのこと、一番近くでずっと見てたから知ってるよ。シナモン。自分を信じて。めいちゃんが見えないところで頑張ってたの、私は知ってるから。猫だとか人だとか、そんなの関係ないよ。できるよ。絶対にめいちゃんが自分のことを信じられなくても、誰よりも私が死んだから、もっと自分のことを信じてほしいよ。シナモン、どうしてそんなこと。ずっと一緒にいるって約束。めいちゃんが私のこと親友だって言ってたから。私もめいちゃんが困ってるなら手を引くよ。手を引くだけじゃダメなら背中を押すよ。私は一番近くで、めいちゃんの隣で支えるって。めいちゃんが不安なら私が一緒に。だから自分のこと、私も一緒にめいちゃんのこと支えるから。うつむいてる顔なんてめいちゃんに似合う。シナモン、言ってくれ。うん、だって私たち親友は甘やかさないんだよ。そうだったわ。私、やってみるわ。今はまだ自分も信じられないし怖いけど、でもせっかく私歌ってみたい。だからシナモンも一緒に。うん、もちろん。私はめいちゃんの親友だもん。めいちゃんの力になれるなら。あり、このくらいなんでもないよ。親友だもんね。はあ、かっこ悪いとこ見せちゃったわ。でも二人のおかげでなんか吹っ切れたわ。ありがとう。ほんと。お礼なんて言われる。私だって、めいちゃんにも、カショウさんにも励ましてもらっちゃったし。それに、私でもめいちゃんの力になれたなら、嬉しい。二人ともほんと謙虚ね。ちょっとはかっこいいところ見せなきゃ。顔が見せられないわ。私も頑張るから、一緒に頑張ろう。ええ。期待してるわ。一緒にいいステージにしましょう。もちろん、私すっごい練習するから。めいちゃんにも、カショウさんにも恥をかかせないように。はーい。みんな待ってますしね。あれ？買い出しの途中なんじゃなかったのかしら。わざとらしいわね。じゃあそういうことにしとい。おせっかいなご主人様。ご主人様、めいちゃんがご主人様って。しぐれちゃんにも言ったことないのに。ま、一応ね、保護者みたいなもんなわけだし。うわぁ、照れ。めいちゃんの照れですよ、カショウさん。プルメイはほんとビビり。うっさいわね。いいから黙って見てなさいよ。かっこいいとこ見せて、そのヘラズ口
叩けなくしてあげ。へえへ、せいぜい楽しみにしてますよっと。僕すっごく楽しみにしてるからね。メープルお姉ちゃんの歌もシナモンお姉ちゃんのピアノも聴けるの嬉しい。ショコラもめっちゃ楽しみにしてるよ。チームメイモンのレジェンドはここから始まったのであった。そのユニット名はちょっとシナモンも親友らしくなりましたね。猫の成長は人よりもずっと早いですから。今日から猛練習するわよ。やるからには勝ちに行くわ。分かってるわね、シナモン。別に勝負に行くわけじゃないけど、でもやるからにはかっこいいとこ見せなくちゃね。言っとくけど、まだ一応営業中だからな。猫たら。メイプル、シナモン、どんな感じですか？私はいい感じね。私はもうちょっと。ってか。じゃあ、開けますよ。ご会長。どうかしら。私らしさをイメージして、情熱の赤にしてみたんだけど。うんうん、いいではないですか。メイプルによく似合ってます。まあ、私だし、やっぱりステージなら、これくらいは着こなさないとね。身内びいきなく本当に似合っていますよ。思わずレンタルじゃなくて、買い上げてしまいたくなります。いいってば、今回は一回きりだしね。もっと定期的にステージに立つようになった時は、ぜひお願いするわ。さすがだね。私なんか全然合わなくって。似合うとか似合わないじゃないのよ、こういうのは。堂々としなさい、堂々と。ステージの上にはそんな堂々とって言われても。似合う似合わないじゃなくて、合う合わないっていうか。それ以前の問題があるっていうかね。何よ、それ以前の問題って。そんな風に恥ずかしがって。シナモンだって人の顔色伺わないって決めたんでしょ。普段から胸売れしてるんだから。どれ、そんな隠れてないで出て。あ、ちょ、めいちゃん、カーテン引っ張っちゃダメ。定規屋が悪いわね、本当に。メイプル、お店の中ではもうちょっと。てやっ、にゃー。あんた、なんでドレス試着に来てまでわけわかんないプレーとか。シナモン、その、一体それはどういう高度なプレイ。違うよ。こんな時にその根がきつすぎて入らなかった。だからそれ以前の問題って言ったんだ。
そうならそうってちゃんと言いなさいよ。私が悪いことしてるみたいじゃない。だってだって言う前に姉ちゃんが、ふえー、カショウさんも見ちゃダメです。そんなメス猫を狩るような目で見ちゃダメですよ。こんな突然なの、心の準備もできてないが、カショウ何か見してんの、もっと遠慮しなさいよ、このエロパティシエ。え、独占欲？めいちゃん、それって私のおっぱいは自分のものっていう、それなら違うわよ。なんでそういう思考になれるのよ。あんたももっと恥じらいとか持ちなさい。にゃーん、怒っちゃやーん。あ、でも なんか恥ずかしいのと、なんかだんだん変な感じに、めいちゃんの独占欲とカショウさんの野獣のような目が、はあ、だから外でそういうのはやめて、このド変態猫、恥を知りなさい、恥を。ダメ、そんなメス猫なんて言って、そんな罵り方されたらシナモン潤っちゃう。兄様、ドレスも決まったようですし、外へ出て待っていましょうか。いいドレスが見つかってよかったわね。うん、当日着れるのがすっごく楽しみ。ありがとう、しぐれ。お言葉に甘えさせていただくわ。しぐれちゃん、ありがとうね。娘たちの晴れの日ですからね。親心としてこのくらいはさせてもらわないと。最近はいいところを兄様に取られてしまっていますし。そういうところが兄様はかっこいいのですよね。もう妹心をもてあそぶのですから。ドレスも決まったし、演奏の方も頑張らないとね。そうだね、もっとやる気出てきちゃったし。え、さすがにフォーマルな場所でアニソンはダメです。当たり前じゃないねえ、シナモン。フォーマルな場でさすがに猫ウィッチーズとかないよね。曲も大事だけど、とりあえず。そうだね、基礎は大事だからね。兄様、私ちょっとだけ不安になってきました。猫パラ。ショコラもメイちゃんとシナモちゃんのドレス姿見たかったの。シャメないの、シャメ。私も見たい。それは当日までのお楽しみですね、メイプル、シナモン。そうね、すっごい私に似合うやつだから。私も胸のサイズ調整してもらったから。いいなあ、お姉ちゃんたちはおしゃれがに、僕たちはドレスとか着る機会ない。おいや、まあそのせどうして目が泳いでる。うるせえな、目を泳がせたい気分だったんだよ。そんなことないですよ、ココナッツ。ソレイユ全員分のパーティーへの招待状、みんなで当日用のドレスを見繕いに行かないとですね。本当にドレス、僕みたいな猫じゃ似合わないかな。ココナッツはもっと自分の様子。にゃ
なんで胸掴むの？なんで？メイプルとシナモンの初ステージでもありますが、兄様のソレイユのパティシエとしての晴れ舞台でもあります。みんな、水月の猫として恥ずかしくない振る舞いをするように。はーい。で、何かいい曲あった？好きな曲はいくら？アニソンはダメよ。ゲーソンは？音だよね。はあ。まだ時間はあるし、そうよね。探しまくれば、はあ。おい、あいつら本当に大丈夫？なんか、めっちゃ不穏なため息。それはすでに先日、兄様と通り過ぎたことです。え？アニソンいいじゃん！ショコラ、アニソン好きだよ。ショコラはそれでいいの。ショコラはそのままでいいのよ。ディナーショー定番曲。有名歌手の人たちのディナーショーでの定番曲の紹介ば。検索すれば大体のことは解決するはずなのに。そもそも外国籍の人ばっかって言ってたわよね。カショウさんの留学時代の友人って言ってたしね。カラオケの定番。カラオケ大会じゃないから。あ、じゃあさ、私たちもオリジナル作ればいいんじゃない？それいいかも。さすがめいちゃん、めいやん。で、誰が作るの？あ、お姉ちゃんたちは大変そうだね。バリ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 。これ、せんべい食べながら喋らない。にゃーん、どうしたらいいのよ。いや、考えすぎてね、もうダメ。私、もうダメ。メイプルは我慢耐性低いから、ね、シナモちゃんは溶けちゃった。シナモンは時々溶ける生き物だからね。ずるずる。そうですね。考え方を変えて。どういうことですか？初心者に何がしたいのかって言われてもね。難しいことはわからないです。エッチなことで例えてください。腐ってるわ。腐って、腐ってる。あ、なんか緑色な感じ。だいたいそんな感じ。よし、腐っててもしょうがない。とりあえず日課の基礎練習でも。うん、そうだね。カショウさんのお家ならちょっと音出せるしね。カショウの部屋ちょっと借りるわよ。はーい、少しお借りしますね。そうですね。でも、いろいろと考える遊園地の一見からいろいろなきっかけに広がりましたね。
それではお言葉に甘えさせていただいてもよろしいでしょうか。メープルもシナモンもその方が嬉しいでしょうし。では兄様、あとはよろしくお願いいたします。兄様も本当に優しくなられ、ショコラとバニラのおかげでしょうか。いいえ、私は一度も苦労をかけられたなどと思ったことはありませんから。では、また愛してますわ、兄様。遅くまでお疲れ様です。まあね、おかげさまで。ちゃんと毎日頑張ってますから。カシオが描いてるそれって、あ、かわいい。パーティー用のケーキですか。さっき石暮れからメールが入ってたわ。カシオが泊まらせてくれる。ありがとうございます。お言葉に甘えさせていただき、お礼にお背中くらいなら流しますけれど。ちょっとこれ見てもいい？カシオはさ、ケーキを作ることで何をしたいって考えてるの？それが自分が納得できないことでもですか？私の歌を、私も遊園地の時みたいにみんながめいちゃんの歌で喜んでくれるのが見たいです。ほんと歌唱ってばかっこつく。こういう時は素直に感謝で、歌唱さんがかっこいいのは否定しないけど。ま、それがあんたらしさだからね。天然さが歌唱さんのいいところですし。アドバイスありがとう。もう少しシナモンと悩んでみる。ありがとうございます。では失礼します。
だ、私も。誰もいないと思って油断したのが悪いんだし。もうお互い忘れましょう。この話題もういいでしょ。はい、やめやめ。お茶飲んじゃったからおかわり、ぬるめで。カショウこそこんな時間までケーキ考えてパティシエって華やかなイメージだけど大変なのね。そんな笑顔で言われたらそうなんでしょうね。自覚なしなんだ。随分と可愛らしい笑顔をしてたわよ。そんなとこもあんたらしさなんだろうけどね。そういう風に生きてきたからそんな性格になったのかしら。ああ、私もあんたに感化されてきてるのかな。夢とか言っちゃう暑苦しいキャラじゃなかったはずなんだけどね。ごちそうさま。じゃあ、私寝るわ。あのさ、ありがとね。あんたやシナモンが背中を押してくれなかったら歌うことなんて一生なかった。私本気で一生懸命やるから。だから歌唱も頑張ってね。応援してる。じゃ今度こそおやすみ。これでどうかしら。うんうん、いいと思う。じゃあ、これで。決まりだね。うん、みーちゃんとひらむちゃんが入っ、朝からケーキいい音させてるな、もぐもぐもぐ。ええ、おかげさまで。昨日、カショウさんにいただいたアドバイスをめいちゃんと考えたんです。依頼してもらったのは姉ちゃんだけど、でもそこにいる人たちに楽しんでもらうためには。歌唱の受け売りになっちゃってるのが気に入らないけど。当日までの楽しみにしときなさい。
ショコラもバニラも来てくれるんでしょ。意地悪言ってもその方が新鮮な気持ちで聞ける。ありだね。みんな楽しんでもらえるように頑張るからね。歌唱はそれでもいいかしら。そうと決まったら帰って練習ね。楽譜も探さないとね。そうだよ、ご主人様。腹が減っては戦はできぬ。腹ごしらえは大事。あ、そうね、ありがたくいただくわ。私も気がついたらお腹ペコペコです。ご主人様、ショコラはおか、私も半分くらい欲しい。はーい。これならいけそう。めいちゃんの歌、すっごくいい感じだと思う。ちょっと躊躇したけど、この曲選んでよかったね。身内びいきでしょう。そんなことないよ。客観的に聞いてもだよ。それに、ひいきがあっても仕方ないでしょ。私はめいちゃんが好きで一緒にやってるんだもん。それなら仕方ないってことにしておくわ。本当に、こんなことになるなんてね。ちょっと前までは人前で歌うなんて想像もしてなかったわ。忘れようとしてたのがばっかり。ありがとね、シナモン。私は何もしてないってば。めいちゃんが自分で勇気を出しただけだよ。それに、私だって、めいちゃんにありがとうって気持ちでいっぱいだし、こんな楽しいこと、一緒にやらせてくれて、ありがとう、だい。それじゃあ、お互い様、ね。うん。だって、親友だもん。そうね、親友だからね。時間は十分とは言えないかもしれないけど、でも頑張ろうね。私たちのためだけじゃなくて、歌唱さんやしぐれちゃん、それに応援してくれるみんなのためにも頑張ろう。精一杯。うん、精一杯。
さあさあ、休憩終わり終わり。時間はいくらあっても足りないからね。はい、じゃあまた初めからだね。猫パラ。にょー、胃がキューってするよ。バカね、昨日からずっと緊張しすぎだっての。あ、私トイレ行ってくるわ。そんなこと言ったって今日なのよ。今日行っちゃえばあと数時間後に始まるって思うと。あ、ごめん、本当にトイレ。胃が。カショウさん、ちょっと気晴らしにおっぱい揉んでもらえませんか。いや、冗談とかじゃなく。あんたは人ごとだからそんなこと言えんのよ。そうですよ。だから、それで楽になるなら私も揉ませてもいいと思うわ。めいちゃん、こんなとこで歌うんだ。ああ、ダメ。胃が痛いプリンとか思えない。ちょっと、箇所はトイレどこ？トイレは？水崎くん？本当に久しぶり。何年ぶりかしらね、顔合わせる。急なお願いだったけど、水月くんが受けてくれてよかったわ。はじめまして。今日歌を歌わせていただく水月メープルです。演奏させていただきます。水月シナモン。精一杯頑張りますのでよろしく。立花さと子です。今日はよろしくお願いします。聞いてるかもだけど、水月くんとは留学時代の友人なの。あなたたちのことはいつもブロック…私の無理なお願いを受けてくれて本当に光栄です。ええ、楽しみにしてるわ。まだ時間はあるから、水月くんがちゃんと緊張をほぐしてあげてね。じゃあ中に案内するわ、ついてきて。水月くんだってあんなにして急にパティシエになるって言い出した時はどうなるかと思ったけど。すごく素敵なステージね。すごく素敵だね。
私たちの第一歩ね。私たちにできること頑張ろう。心配いらなさそうね。さすがは水月くん自慢の猫ちゃんたちだわ。猫ちゃんたちは控え室代わりに客室を取ってあるから。準備ができたら音響チェックのリハーサルをお願いしていいかしら。わかりました。頑張ります。水月くんは厨房に案内するわね。注文してもらった材料は全部揃ってると思うけど、念のためチェックをお願い。ええ、任せておいて。決めますから。箇所？いいわよ。箇所はソレイユと同じ。でも場所補正がすごくかっ。ここまで来てビビってらんないわよ。内心はドキドキですけど、でも大丈夫です。水月くん、妹さんたちが見えたわよ。席の方に案内しておいたから。にゃー、めいちゃんもシナモちゃんもめっちゃ綺麗。めっちゃかっこいいよ。気品のある猫だこと、ちょっと予想以上でびっくり。へえ、あんたたちも可愛いじゃない。チャイナドレスにしたんだ。めっちゃ似合ってるよ。うわーい、嬉しい。どうですか、ご主人様はどうですか。主人様に。ご主人がエロい目で私たちを見てる。場所が場所だったらきっと危なかった。髪型もちゃんとお見せてセットしてもお団子、しかもダブルです。私は三つ編みダブルにしてもらった。これなら髪がまとまっていて、スカートも長めにして尻尾があんまり見えない。だから今日は嬉しくても尻尾立てちゃダメなんですよ。今日は淑女だからね。
ても無意識に動くものに気を、いっそスカートの中にポケットでもあればいいの。フォーマルな場ですからね。それに合わせました。兄様に恥をかかせぬよ。みんなちゃんとさせませんと。メイプルとシナモン、それに兄様の晴れの日ですからね。ちょっと気合を入れてまいりました。私だけ普段と同じでは少し寂しいですしね。それに兄様に褒めていただけただけでもおろした甲斐があります。うっす。おいナッツ、早く入れ。んなとこでコソコソしてたら邪魔だっつーの。だってそんなこと言われても、僕こんな綺麗なドレス。うるせえ、でけえ図体して隠れても無駄なんだよ。ほら、とっとと入れ、とっとと。あ、お姉ちゃん、押しちゃダメだってば。僕まだ心の準備が。お兄ちゃん。あ、いや、その、なんかごめんなさい。いや、その、なんていうか、その、あー、もうめんどくせえな。ほら、箇所、おめえの口から言ってやれよ。ナッツのドレス姿どうだ。お、本当？気休めとか嘘じゃなくて、よかった。ちゃんと着れてっから大丈夫だって言ってんのに、めんどくせえったらありゃしねえ。だって、僕みたいな猫が、それに僕はもっと目立たない。バッカ、ちょっとくらい派手じゃねえと逆に目立。だから、ココナッツはもっと自分に自信を。この私の猫がそんなことでどうするのですか？ココナッツは背も高いしスタイルがいいんだから。ドレスが似合って。も、わかった。じゃあ、お兄ちゃんがそう言ってくれるならちょっと自信持てるかも。へへへへ。うぜえ、マジうぜえ。いいから黙ってろ。あたしのドレスにコメントすんじゃねえ。まあ、着るもんなんて動きやすければどうでもいいんだよ。一応こういう場だからな。多少はしゃあねえと思って。なんて言いながら、あずきがこれがいいって選んだんですよ。理由は堅くなに説明しないのですが。まあ似合っていますし、本人がこれがいいと言うならいいのですが。
その、別に。選ぶのがめんどくさかったっつうか？猫の直感っていうか？嬉しいよ。アズニャンが照れてる。照れ照れに照れてるよ。おお、ほんとだ。やたら赤くなって。うるせえ。こんなとこで騒ぐんじゃねえ。ほっとけ、こんちくしょう。お姉ちゃんが一番うるさいから落ち着いて。なんだなんだ。仕事の岩、にゃーにゃーとうるせえ猫の遊び場じゃねえんだけどな。これだから猫ってのは好きになれねえんだよ。以後、猫たちにはお祝いの席で大変ご迷惑をおかけいたしまして申し訳ございません。その服は…ああ、あんた主賓の立場だから話は聞いてるや。なんでも、猫だらけのケーキ屋やってるとか。うまい見せ物のいるケーキ屋を考えたもんだな。詳細あるよ、あんた。見せ物って…待って、ご主人はそんなんじゃ。やめとけ。黙ってろ。言い返すプライドの一つもねえのか。あんたが猫嫌いなのは分かっ、祝いの席って分かっててわざわざ絡むのもどうかと思うわよ。箇所一丁前の格好して猫がに、所詮は愛玩動物の、飼い猫なら飼い猫らしく。黙って家で丸くなってろ。いった。歌唱さん。いいのよ、歌唱。元はといえば、私が絡んだんだから。歌唱。私は、今のでもう十分。歌唱が怒ってくれただけで。もういいわ。私もシナモンもバカにされても私は私たちのために精一杯できることをするだけよ。
自分のことならニコニコしてられるのにね。私たちのために怒ってくれるなんて素敵なご主人様です。メイプルとシナモンの言う通りです。わざわざこちらが同じレベルに合わせることはないでしょう。私たちは私たちらしく胸を張りましょう。水月くん、何かあったの？何もなかったならいいんだけど。あ、じゃあそろそろ時間だから、水月くんとメイプルちゃん、シナモンちゃん、準備の方をお願いしてもいいかしら。はい、わかりました。じゃあ箇所、また後でね。メイちゃん、シナモンちゃん、ご主人様、ファイトです。客席で応援してる。お姉ちゃんたちのかっこいいところ期待してるからね。任せといて。じゃあ行ってきます。箇所、そっちはもう大丈夫なの？わざわざ激励までありがとうございます。はい、もう一周回って忘れちゃいました。メイプルちゃん、そろそろ出番よ。お願いね。はい。ありがとう。いただくわ。ちゃんと胸にしまっておきますね。